ルーティン。わあ、これから登録だ。ちょっとメイク大丈夫かな。メイク服も大丈夫。あー、もうすごい楽しみ。あー、怖いよ、ドキドキする。ルーティン。よし、こんな感じかな。お願いします、お願いします、当たってください、お願いします。あの、お願いします、本当にお願いします、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 ルーティン。ちょっとこれ俺が食べたいんだけど、これ食べたい人、じゃんけんする人。食べたいけどここで運を使うのはもったいないよな。どうしよう、食べたいけどどうしよう。はい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 。お前いつもじゃんけんしてるのに今日はしねえの？じゃんけんしようよ。あ、わかった、行く。はい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 。一緒はグー、じゃんけんぽい。ちくしょう、勝っちゃった。ルーティン。お願いします、当たってください。お願いします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 。当たってください。お願いします。ルーティン。当たるといいな。当たるといいな。ストーリーにも出そっかな。これでよしっと。はい、じゃあ授業を始めていきます。前回の授業の補足からします。はい、じゃあ今回の授業は BTB 溶液の覚え方です。ルーティン。ルーティン。ああ、学校疲れたな。ライブ当選する。拾わないと。ライブに落選しちゃう。拾わないと。あ、トイレ掃除してます。ルーティン。ああ、今日登録か。緊張するな。ルーティン。なんか焼けてね、黒くね。はい、というわけで今回はですね、オタクに聞いた当落発表の日のルーティンを再現してみました。最初は自分のね、当落発表のルーティンを聞こうと思ったんですけど、なんか私は特に何もすることがなくって、中学生の頃はあの神社にね、お参りをしたことがあるんですけど、まあ、それ以外に特に何もやったことなくって、ルーティンをね、撮ることができなかったので、今回はインスタグラムで皆さんに聞いて今日はそれを再現してみました。結構ね、何個か紹介したと思うんですけど、その他にもですね、結構面白いルーティンが届いたので再現はできなかったんですけど、皆さんにご紹介していこうと思います。1つ目、韓国の方向を向いてお願いしますお願いしますとつぶやくっていうめっちゃ面白くないですかこれ。韓国の方に向かってっていうね、 K-POP ならではのね、独特なルーティンだと思います。他におるんかな。そして次に、推しの等身大パネルに拝んでる。推しの等身大パネルを持ってる方がね、結構まあいるのかな。私ちょっと作ってみたいなと思ってるんですけど、私もやってみたいですね。そして次に、マジックショップを聞きながら発表を見ますとか、パイドパイパーを聞きまくるっていう、まあ自分のね、中ではこう、なんだろう、あるんかな、そういう、なんていうの、あ、マジックショップ聞いたらとか、パイドパイパー聞いたら当たるとか、そういうジンクスがあるんかな。私は特にないかもしれない。そしてこれで最後になります。アロエヨーグルトをお風呂上がりに食べる。だってすごくない？なんかそういう、これはもう完全にジンクスなんだろうなってすごいわかるんですけど、アロエヨーグルトをお風呂上がりに食べたら、
当たったみたいなのがこれまでに何回かあるんですかね。すごい。私は特に何もないんですけど、あ、なんかユラと、これはルーティーンっていうわけじゃないんですけど、マジックショップの登録発表の前日にユラと会って、二人とも LINE ミュージック使ってるんですけど、その LINE ミュージックでこうシャッフル機能っていうのがあるんですね。で、こう、ポチポチって押したら、ランダムで曲が流れるんですよ。で、バンタンの曲でランダムで流して、一緒の曲が出たら、もうこれは当たるわって言って、なんか、なんて言うんだろう、なんか、一緒の曲が出るのかっていうのをやってたんですよ。そしたら、この、これ、ジャメビュって読むのかな？ジャメビュ？なんて読めばいいんかわからんけど。この歌あるじゃないですか。これが、二人でバーンって一緒に曲出て、うわー一緒の曲が出たって言って、もうこれは明日当たるわって言っとったら、ほんまに当たったっていう。おめでとうございます。やったな。お酒行こうな、一緒に。これは分からんけど、まあ、でももしかしたらそれは効果あるかもしれない。分からんけど。あの、当たった時はほんまに、これは昨日やった時、やったシャッフルのやつのおかげだねとか言いながら入金した思い出があります。そういうのって全部思い込みみたいなのが結構でかいので、まあそういうのは大事ですね。はい。っていうどうでもいい話、すいません。はい、というわけで今回はこんな感じで登録発表の前のルーティンを皆さんにご紹介してみました。まあ今はライブとか全然ないんですけど、結構オンラインとかでね、こうイベントがあったりするじゃないですか。まあ、それで当落発表をね、ワクワクドキドキする方もいらっしゃると思うんですけど、なかなか当たらないんだよねっていう方は、あの、今日の動画で紹介したのをいろいろ真似してみてください。わからんけど。私もルーティンがあるよっていう方はぜひコメント欄で教えてください。というわけで、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。インスタグラムとツイッターのフォロー、チャンネル登録もよろしくお願いします。コメントどうもお待ちしております。バイルンルン、バイバーイ。ちょっとノーメイクでごめんなさいなんですけど、ちょっと今編集してて、撮影も終わって編集してる途中にまた届いたのがあって、ちょっとめっちゃ面白かったんで、ちょっと皆さんに紹介しようと思うんですけど、まあ、これは結構やってる方多いと思います。あの、ハッピーバーフターの時に、あの、公開されたというか出された、あの、グクが編みゴムのね、なんか帽子みたいなあるじゃないですか。あの、被り物みたいな。あれを被って、なんか当選祈願って書いてある、あったじゃないですか。グクが漢字で書いたやつ。あれを壁紙にするって書いてある人がいました。確かにって思った。私も一時期やってたかもしれない、それ。結構他の人もね、やってると思うんですけど。眉毛やばいね。眉毛やばいね、本当に。ごめんなさい。はい、そういうことです。はい。他にもね、まだまだあったんですけど、ちょっと全部紹介できなくて、ごめんなさい。またライブとかで読んだりしようと思います。ありがとう